カノーパス級戦艦はイギリス海軍がかつて用いていた全土急戦艦の艦級、マジェスティック級戦艦の次に進行した。艦首方向から撮影されたゴライアス本級は急速に強大化しつつあった日本海軍及びロシア海軍に備えて中国に配備するための戦艦として計画された。そのため設計段階から喫水は低く抑えられている。 防御装甲はマジェスティック級以前の戦艦で用いていたハーベイコーではなく軽くて丈夫なクルップコーを用いたために防御圧を減じて浮いた防御重量で排水量を減らして速度を上げることに成功している。本級はマジェスティック級に比べて若干並走に変更があるが前述通りに防御圧は減じられたがマジェスティック級に匹敵する防御能力を維持した。 1897年から翌々年にかけて、アルビオン、ベンジャンス、オーシャン、カノーパス、グローリー及びゴライアスの6隻が建造、収益した。トルコ要塞へと向けて、艦砲を射撃するカノーパスの主砲第一次世界大戦時は、現役で他の旧式艦同様地中海で利用され、ガリポリの戦いに参加している。ゴライアスよびオーシャンは、 作戦行動中にそれぞれ魚雷及び嫌いで戦没している。その他の生存艦は1920年代に相次いで退役した。本級の武装、装甲配置を示した図。本級の船体構造は基本デザインは全球を踏襲する平ら艦艦型船体で全長に比べて船体の幅が狭いという全土球船艦特有の船体形状をしていた。 艦首水面下には未だ昇格がつき、その下部には土球戦艦にも受け継がれる水中魚雷発射艦がある。艦首から順に構造を記述すれば、艦首艦板上に手法は新設計の1895年型30.5センチメートル砲をくさび箱型の連装砲塔に収めて一機を配置。その背後には司令塔を組み込んだ操舵環境の背後に、 全部ミリタリーマストが立ち、マストには4.7センチメートル砲を配置した2段の見張り台が設けられていた。船体中央部の煙突の本数は全球よりも1本減った2本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、その運用のために2番煙突の後方にグースネック型クレーンが片元1機ずつ計2機を配置した。後部環境の上にマストが立つ。 甲板一段分下がった後部甲板上に後ろ向きに二番手砲塔が一機、配置され、艦尾には艦長室が設けられた。左右の原則甲板上には中間砲として 20.3cm 砲をくさび箱型の連装砲塔に収めて片元二機を背中合わせに配置して計四機を搭載した。さらに原則には副砲の 17.8cm 速射砲を 片弦に等間隔に4機を配置して、計8機を搭載した。この武装配置により、監守備方向に、最大で 30.5cm 砲2門 20.3cm 砲4門 17.8cm 砲2門が、左右減速方向に、最大で 30.5cm 砲4門 20.3cm 砲4門 17.8cm 砲4門が、試行できた。 1916年に取られた可能パスの手法、本級の手法等の構造図。手法は前級より引き続き、1895年型3 0 5トル砲を採用した。その性能は3 8 6ラムの手法弾を最大行革13.5度で1 3 5 9 0ルまで届かせられ、射距離9 1 4 0ルで減速走行は、 KC 法で 216mm を貫通する性能を持っていた。これを連装砲塔に収め、方針の角を仰ぐ深くは、行角13.5度、深く3度までであった。旋回角度は、監視方向を0度として、左右ともに150度に旋回でき、動力は蒸気ポンプ駆動の水圧動力が主に用いられ、非常用に人力が選択できた。発射速度は2分に1発である。 本級の砲塔は、溶断塔を内蔵する、円筒形バーベットの上に乗っている。副砲は、1892年型15.2センチメートル砲を、全級に引き続き採用した。その性能は45.3キログラムの砲弾を、最大行角15度で9140メートルまで届かせられた。砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶断。 装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角15度、深く3度で、旋回角度は、減速配置のものは150度であった。発射速度は1分間に5から7発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング7 6トル単素速射砲を、単素砲がで、計14機。 近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用されたフランスのオチキス社のオチキス 4.7cm 気泡を単装砲画で6機装備した。対艦攻撃用に 45.7cm 水中魚雷発射艦4機をしていた。ありがとうございます。